皆さん、今日も藤沢ピアノ音楽教室 YouTube チャンネルご覧くださいましてありがとうございます。ピアノの先生の野ひろみです。おとといからですね、ベートーベンのピアノソナタの作品14の2という、ね、曲の1楽章をご説明してますけど、今日はね、3回目ですね、それのね。昨日とおとといはですね、まあ、第一主題はどういう曲ですか、テーマね。で、第一主題と第二主題のね、そのつないでる部分、橋渡しの部分ですよね。橋渡しはどういう風になっていますかって。はあのどういう風に弾いていいですよ、弾いた方がいいですよってお話しましたけど、今日はその3回目です。第2テーマが、いよいよ出てきますね。今日はここですね、ですね、ここですね。で、最初はですね、都庁長から始まりましたね。ゲルア、シャープが1個ですね。次はね、シャープが2個の調整ですね。2長調、デールアですね。結構ね、雰囲気違いますよね。二長調になるとなんかこう、あのよりこうなんか明るい、まあどちらも明るいんですけどもね、ちょっとね、雰囲気が変わりますね。でですね、ここのところ非常に特徴的なのはですね、やっぱり右手の流れ、メロディーの流れですね。最初はこの音のね、組み合わせ、長い短いなんですけれども、これ次はですね、16分音符の短いあのこう2つのつながりになるんですよね。でね、ここね、音のね、形としては同じなんですね。隣同士の音で降りてきてますね。これ半音ですね。で、隣同士の音で大体は降りてきてるんですけれども、ですね、ここのところが長い短いだったのが降りてくるんですけれども、ここで下から上に音がかかってるわけですね。で、この右手の流れに対して左手はどういうふうに動くかというと、一拍目はないんですね。この裏拍と言いますけれども、一拍目の、その次の拍から入ってますね。そして下からこう上に駆け上がるように弾いていますけれども、ここのところでね、そのベートーベンは何をしたかったかということですよね。ここ非常に特徴的だと思うんですけれども、下からこうどんどん上の方にね、駆け巡っていくということですね。これがあることによってですね、次に進みたい気持ちがね、もっとこう増長されているんですね。右だけだとちょっとその気持ちが弱いんですけれども、下からふわーってくることによってですね、次に行ってっていう風にこう後押ししてくれてるわけですね。ここの左手ですね。でもここで次に進むちょっと躊躇するわけですよね。そしたら次のメロディーでやはり同じように躊躇するけど、やっぱりでも前に押し進めるわけですね。次はですね、ここはまた違ったメロディーが始まりますね。で、3回目はやっぱり変わるわけですよね。で、同じことを繰り返して、でですね、次の2回目のここのね、繰り返した時、オクターブの上から始まるところですね。ここはですね、1小節単位でこの、クレッシェンドとディクレッシェンドがね、両方書いてありますよね。この1小節の範囲の中で前に行こうかな、でもやめて、前に行こうかな、だよ、でもやめてというね、気持ちがね、やっぱり出てますね、ここでね。でもやっぱり前に進むわけです。クレッシェンド、ここからクレッシェンドですね。ですね、ここでピアノね。でもやっぱり次に進もうっていう風になるわけですけれども、これ、ね、次に進もうってなるところのこのね、ポイント、決め手ですね。決め手はこれに対してこの響きですよね。この響きでもって、ここからね、クレッシェンドってね、書いてありますので、ここの響きでもって次にやっぱり行こうという風に後押しするわけですね。証拠にですね、ここからクレッシェンドになったら次はフォルテ、ずっとフォルテでいきますね。次もフォルテでいく。で、これですね、突然ね、ここで、ね、急にドルチェが出てくるわけですね。ドルチェとかっていう表記はですね、今まで、一度も出ていないですね。でもここで急にドルチェですね。急にこう、メロディー
ぽく、ですね、まあこうロマンっぽくですね、こう、メロディーを歌い始めるわけですね。ここは歌ですよね。急に美しい歌が始まるわけですけど、なんでここで急に、ね、このドルチェで歌うように弾かないといけないのかなってちょっと考えたらですね、ここはなんとですね、右手と左手の掛け合いが始まるんですね。ここからね、右手の歌詞と左手の歌詞がいるわけです。で、右手が歌い出して、右手が左手に今度ねバトンをタッチしますね。右手と左手が上手にこう掛け合ってるわけですね、ここのところね。右手が弾いて左手が掛け合って、なのでここはね2人の人がね歌っているような感じで、弾くといいと思いますね。もちろん練習はするんですけれども、第一主題はどうなってるかな、第二主題はどうなってるかな、そしたらその最後のまあコーダみたいな部分で、ね、その集結部分ですね、集結部分はどうなってるのかな、じゃあそれぞれを結ぶこの間のね橋渡しはどうなってるのかな、そうやってまあ練習をするわけですけれども、部分部分を練習したらね、今度はね提示部全体を見るんですね。今度は全体像の流れですよね。全体としてどういうふうに、まあ、その音楽を構築していくかということですよね。大体はですね、そのどういうふうに弾けばいいかということはね、楽譜に書いてあるんですよね。ピアノだったり、クレッセンドだったり、フォルテだったり、スタッカートだったり、スラーだったりね。やっぱりそれをですね、まずは守ること。これは、まあ、もちろん やらなければいけないことですけれども、それだけではね、やっぱり足りないんですよね。このね、楽譜にその記号として書かれてない裏ですよね。この裏をね、やっぱり読むということが、楽譜を読み解くというね、本当の意味だと思うんですけれどもね。和音の使い方だったり、その前後関係だったりね、まあ、いろいろそういうところに、まあ、作曲家は神経をね費やして書いていますので、ここはですねやっぱりの勉強してる方はね、なかなかここは見抜けないと思うんですね。まあ、そういうところはね、ピアノの先生とね一緒に勉強していってほしいなというふうに思うんですけれども、大事なのはですね、まあ、自分の弾きたい気持ちと、ベートーベンが考えていることですよね。この2つをね、うまく持っていって練習していってほしいなというふうに思います。今日もご視聴ありがとうございました。